とワイパーの比較、人柄の違いと魅力に迫る。こんにちは、皆さん。今回は大人気アニメ、ワンピースの主人公、モンキー、ディー、ルフィとスカイティアの勇者、ワイパーという二人のキャラクターを比較してみたいと思います。彼らの人柄の違いや魅力について詳しく探っていきましょう。まず、ルフィとワイパーの最も顕著な違いは彼らの性格です。ルフィは明るく前向きな性格で、いつも仲間たちと冒険に興じています。彼の純粋さと忍耐力は多くのファンに愛される理由の一つです。一方、ワイパーはクールで無口な性格で、彼の行動はしばしば冷静かつ計算されています。彼の一途な信念と戦士としてのプライドは多くの人々を魅了しています。さらに彼らの背景や成長過程も比較してみましょう。ルフィは海賊王になるという夢を追いかけ、様々な困難に立ち向かってきました。彼の成長は努力や友情の力を信じるメッセージとして多くの人々に感動を与えています。一方、ワイパーはスカイティアの勇者として生まれ育ち、部族のために戦ってきました。彼の過去の苦難と努力は、彼の強さと決意を物語っています。最後に、ルフィとワイパーの魅力を比較してみましょう。ルフィの魅力は、彼の明るさと友情にあります。彼は仲間を大切にし、彼らとの絆を大切にします。彼の冒険心とポジティブなエネルギーは、視聴者に勇気や希望を与えます。一方、ワイパーの魅力は、彼のクールでカリスマ性のある姿勢にあります。彼の無口ながらも強い意志と部族への忠誠心は、多くのファンに感銘を与えています。以上が、ルフィとワイパーの比較についての私のコメントです。彼らはそれぞれ異なる人柄と魅力を持っていますが、どちらもワンピースの魅力の一部であり、多くの人々に愛されています。皆さんはルフィとワイパーのどちらがお好きですか？ぜひコメントで教えてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。